始まりました、寺子屋チャンネル。今回は動画編集教室フルマの授業に密着しました。今や小中学生のなりたい職業ランキングで男女ともに上位にランクインしているのが YouTuber ですよね。まさに今の時代の習い事ということで気になっている子も多いのではないでしょうか。今回は小学5年生にしてすでに自分のチャンネルを持っているというスーパー小学生の授業にお邪魔してきました。それでは早速どうぞ。フルマは2017年に始まった子ども向け動画制作スクールです。対象は小学生から中学生まで。現在はオンラインで先生と1対1で授業を行います。学校や他の習い事などお子様のスケジュールに合わせてコースを選択することができます。通常授業の他にも、長期休みには短期間で集中して動画編集を学べるキャンプや、自治体や企業などとコラボしたイベントなども定期的に開催されているようです。では早速今日の授業に使うものをちょっと紹介してもらいます。まずはじめになんだけど、レッスンで使うものを見せてもらえるかな。はい、パソコンと、あのこれですね。これは何かな。ストーリーボード、うんうんうん、企画の流れを事前に書いといて、これに沿ってやるとか。今日はこれはどんな企画にしたの。これはマインクラフトで、うん、タイマーで5分測って5分で家を作るっていう。こっちはですね、うん、まずこの目標ってところが、うん、どんな企画にしたいかと、どういう撮影の工夫したいかと、うんうん、あと編集の工夫とかをどういうのにしたいかというのを事前に書いといて、でこっちの自己採点が編集し終わった後に自己採点します。企画シートはチャレンジシートをもっと詳しくしてるやつみたいな感じです、ね。これ習い事で配られて、うん、iPad を見てもらってもいい？ありがとう。これはお家に届くそうです、はい、この中になんか、うん、スクールワークとかアプリが入っていて、うちのアプリはこのルマフュージョンってやつで、おーすごい。これもちょっと途中なんですけど、多分今のところで一番これが編集してあるやつ5時間ぐらい。うわーすごいね。5時間かかるよね。でも多分時間かかると思うんですけど、そういう工夫をしたいんですね。なるほど。はい、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。今日のテーマはエンディングです。エンディング、ちょっとそうですか。レッスンが始まっていないです。はい、素晴らしいですね。エンディングって何のためにあると思いますか。締める動画ね、締める、ね、動画を終わりですよ。今回はね、ちょっと新しいルマフュージョンの機能もあるので、そのね、お手本のエンディングもそのまま一緒に作っていきましょう。はい、こんな感じの動画です。で、今回ね、とりあえずあの同じものを作っていこうと思うので、ポップオレンジというものを選んでください。続いて動画を10秒の長さに調節していきます。9秒23とかになる。そしたらね、エンディングの音楽をつけていきましょう。まあ好きな音楽を入れてもらっても大丈夫です。どういうことかというと、はい、一旦ね、またトランジションを開きましょうか。でもトランジションを適用できるので、この技もね、ぜひ覚えておいてください。今回はもう今日くんはグリーンのね、背景を切り取るっていう機能を学んだので、もう全部使って大丈夫だし、もうどんどんね、使ってもらえれば本当にいいと思うので。いや、これめっちゃ嬉しいです。これでも編集するときになんか、うんうん、緑色のとこ切り取ったやつだと使えるし、チャンネル登録とかとの感情のやつが入ってもいいです。その続きをやっていきましょう。一通りあの講座が終わったみたいなので、今この次からは実際に作っている動画の編集を始めるようです。だんだんこう出てくるみたいなやつか。それはそうだね、ワイプライトがいいんじゃないかな。今やりたいこととしては、上半の動画をカットしたいって感じ。あ、でもできましたこれ。これひどくて、この村を自分が作ったっていう。3分でも人間はここまで成長するってことですね。最初にめちゃで、茶色は多分オレンジ味のある色で調節すると、
で今日はね、授業時間が来たのでこの辺で終わりにしましょう。では本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで授業が終わったみたいなので、きょうくんにいろいろ聞いてみたいと思います。40分あっという間だった？めっちゃあっという間っす。そうだよね。今日なんか新しく覚えたこととかってある？緑色のところを切り取るっていうか黒巻きみたいなこれ多分めっちゃ便利だと思います。今日もまた一個新しいこと覚えたんだね。はい、みんなあの作った動画とかってあの見てくれてたりするの？はい。お、なんて言われるの？たまに面白いって言われるんで、言われたらモチベが上がる。いいよね、嬉しいよね。あ、嬉しい、めっちゃ嬉しいです、うん、それは。将来の夢とかってある？正直言うと YouTuber は趣味なんで。うん、そうなんだ。将来の夢はプログラマー。おー、すごいじゃん。きょうくんが今まで作った動画の中で、はい、これはちょっとよくできたなっていうような動画とかってある？さっき作ってた、うん、マインクラフト5分で家を作るってやつは、うん、編集量がめっちゃやばかったんです。そっかそっか。見てもいい？はい。はい、東京です。今いきなりマイクラのマップを作る画面があると思うんだけど、今回はマイクラを始めてから5分で立派な家を作れるかチャレンジをやっていきたいと思います。すごい。このポンってなんとかなんでとかもね、全部自分で文字も動きがあってすごい面白いね。すごい細かくできててびっくりした。これどれくらいかかったの？結構時間かかりそう。これは全部の時間を合わせると3時間ぐらいかかってる、うん、3時間で作れちゃうの？すごい。いや、すごいです。ここまでの動画を作れると私思ってなかったので。作るの中にも BGM 入れる、テロップ入れる、効果音を入れるとかたくさんやらないといけないことはあるので、それを一個一個細かく丁寧にこうできて作品にするっていうのは結構面白いというか、で完成した時の達成感がすごくあるなと思います。はい、ということで古間さんの授業いかがでしたでしょうか。寺子屋チャンネルでは習い事の選択肢をもっと増やしたい、そんな思いから今後もリアルな習い事事情をお届けしていきます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。なかなかこう自分を、まあ、表現したりとか、まあ、自分のことを喋ったりする機会ってなかなか多くないと思うので、まあ、そういった意味で、はい、まあ、一つ学校の、まあ、練習じゃないですけど人前で話したりする練習にもなるのかなと思いますね。面白かったよとか、次の動画いつ上げるの、まだ上げないのとかすごい言われるみたいで、それがなんか自分のモチベーションも上がるし、なんだろう、自己肯定感とかすごい、おかげですごい高くなってるとは思います。